どうも、構図です。今回ですけども、J1 第10節、アルビレックス新潟 VS FC 東京、試合後の監督選手のコメントチェックということで、どういうふうにね、選手や監督が振り返ったのかというふうなところを見ていく動画になっております。ぜひ最後までご覧ください。新潟松橋力蔵監督、本当に残念で仕方ないですね。3点取られればやはりゲームが難しくなるなと。前半はある意味 FC 東京さんのストロングが出て抑えきれなかった部分もありながら我々にもチャンスがあったので、そこでやはり仕留めることができなければ、仕留めるまで何度も繰り返し行かなくてはいけなかったと思いますと。そこに関してはいくつかいい部分は見られたと感じていますと。ただ後半ですね、ハーフタイムに入りに対して力を抜かずにまず1点我々が取れば、景色がガラッと変わるんだというようなことをみんなで話しながら入ったのですが、残念なことにそれをひっくり返されるような形で、失点を重ねてしまったことで難しくなったと。まあ、ただ終盤にかけて早川が点を取ってくれて、最後まで諦めずに点を取りに行く姿勢は非常に評価できますし、最後の1点をなんとか次につなげられるようまたいい準備をしていきたいと思っていますと。アタッキングサードうまくいかずパスのズレがあるがという質問に対しては、今日はそこでパスを引っ掛けられるシーンがいくつかあったと。パスの質ではなくてそこを解決する上での距離感関係ねえ、俺言ったじゃんレビューで距離感関係性連動性の話、であったりボールを動かすテンポであったりシンプルに前進できるタイミングで前進しないで何度もやり直せば相手の守備はどんどん硬くなってきますと、ボールを動かして前に続けることは出し手と受け手の関係性とバランスが大事になってくると。なかったわけではなく今日はそういったところが出せなかったのかもしれないですと。まあだからこれ監督がコメントしてるってことは言ってんだろうね、選手に言っててできてないっていう。だからもうやるのは選手だからさ、もう本当にね、頑張ってくれとしかもう本当どうしようもないよな。これでこのコメントを見る限り松橋監督がちゃんと指摘してるんだろうな選手にはね。それで治らないっていう。クラモフスキー監督の言葉、全体的に自分たちの取り組みとパフォーマンスを嬉しく思っております。すごくいいチームパフォーマンスを出せたと思いますし、勝利に値するものを出せたと思っておりますと。前半の戦い方も良かったと思います。攻撃でうまくボールを動かせていたと思います。守備もしっかりとできていました。後半も自分たちのフットボールを続けて前半と同じようなパフォーマンスを出せていたと思います。うまくボールを動かしながら使いたいスペースをうまく使えていたと思います。その中でいい得点を奪えたと思います。それをやりきってくれた選手たちを誇りに思っております。チームとして準備してきた中で前半で翼が怪我をして交代しないといけなくなりましたけど、緊急出場したディエゴ・オリベイラも素晴らしいパフォーマンスを見せてくれたと思います。全選手が全てを出し切って戦ってくれたことを誇りに思っております。ただ最後に失点をなくし、3-0 で締めないといけなかったと思っていますと。大事なことは自分たちのパフォーマンスをしっかりと分析してこれから回復していい準備をしていきたいと思います。ここまで応援に駆けつけてくれたサポーターに感謝したいと思います。選手たちの背中を押してくれたと思いますし、彼らは日本で最高のサポーターです。寺山選手の状態はという質問に対して、あと情報は入ってくると思いますけど、今は少し痛みがある状態みたいです。あ、その後、この後1日後にどうなるかメディカルからの報告を待っていきたいと思いますと。複数のゴールに絡んだ白井選手の評価をということで、最高のパフォーマンスを出してくれたと思う。まあ、白井選手ね、厄介でしたね。今日3つのポジションでプレーしました。それは今このチームが持っているメンタリティだと思います。どこでプレーしようと何をしないといけないか、どこのポジションでもチームパフォーマンスを出すことができていたと思います。出ている11人が自分たちのフットボールをすること、それを継続して成長させていければいいと思っていますと。本当にコウスケのゴールは素晴らしいゴールでした。自分たちにとっても後半立ち上がりの大事な時間でのゴールでした。チームパフォーマンスに貢献してくれたと思いますし、最高のパフォーマンスを出してくれたと思っています。ベタ褒め。まあでもベタ褒めせざるを得ないぐらいの出来だったよね、白井選手はね。新潟早川文也選手、0-3 から1点ずつ返すしかなかった。 J1 初ゴールかもしれないですがあまり喜べないと。あの得点から雰囲気が変わったが、ゴールはチームの状況を良くする。ただあの時間帯でゴールに向かっていくのではなく前半から点を取りに行く強い思いであったり、パワーを注ぎ込まなければ勝ち点差は難しかった。笛が鳴った瞬間からゴールを狙いに行くという全員の強い思いをピッチで表現したいと思います。3失点を喫しましたがという質問に対して、ボールを持てはしましたが決定的なチャンスは作れなかった。保持するとしても何をするにしてもチャンスを広げられるプレイヤー、そういう機会を増やすことは僕たちの課題ですと。だからここがちょっと監督とちょっとずれてるよね。俺も早川選手のコメント派なんだけど、どっちかというと監督はさ、我々にもチャンスがあったので仕留めなきゃいけない、繰り返していかなきゃいけないみたいな。まあ確かにチャンスはあったんだよ。松田がループ決めてればみたいなところあったんだけどさ、でもそれぐらいじゃない？なんか本当に決定的なチャンスってそこまであったかっていう。
のはありますけどね、個人的には。そんなめちゃめちゃここ決定機で相手ゴールキーパーがすごくてとか、っていうよりその手前でだったよね。手前で全部取られる、だから白井選手が活躍したって話なんだけどさ、インターセプトしまくって、失点場面について改善すべき点は、奪われた瞬間にボールを奪いに行くのか、スペースを守りに行くのか、1点目に関してはその判断ミス、そこに対するアプローチはもう一回試合を見返して判断したいと思います。なるほどね。そうだから、これはね、多分松橋監督はちょっと選手を擁護する風潮があるよなって感じるコメントだよね、この早川選手のキャップは。得点場面について、ソウヤがフリーな状況で持っていたので、センターバックではなくサイドバックと競り合える。センターバックを超えてくるとしたらあのポジションだろうなと分かっていたので、そこに入り込むことができた。ただ前半の力でも、ああいう場所を狙えるチャンスは他の選手もたくさんあった。そうなんだよね。どうしたらゴールを狙えるか、どうしたらチャンスになるか、本当にみんなで考えなければいけない。そう。もうピッチ上で瞬時に判断、状況判断、しないといけないですよね。J1 初ゴールとなったかということですが、今日はただに記録を残しただけ、次は勝つ試合で点を決めたいと。ねえ。このサイドを揺さぶってのっていう風な話で、藤原選手が不利っていうよりも、僕はやっぱり、どっちかというとレビューでも触れたけど、やっぱ長谷川拓実選手入ってガンガン仕掛けてってて、やっぱ長谷川拓実選手に気を取られてて、藤原選手が空いた。結構余裕持ってボール持てたみたいな説の方が、僕はあの局面の FC 東京側のメンタリティを考えるとそっちなんじゃないかなっていう。で、小野裕二がその早川の前で潰れてくれた、あれも小野裕二はケアしなきゃいけないっていうのが、だからそのそれで言うとやっぱ早川選手のこのなんだ、どこだっけ、あ、そうそう、これこれ。センターバックではサイドバックと競り合えるみたいなことを状況判断して動いてたんだとしたら、やっぱり優秀だよね。だから、そういう判断も含めた質を上げていかないと、相手を上回れないということですよね。宮本選手のコメント。高高弘選手がいたから。中学生ぶりの再会だったので、試合前にも久しぶりだねって話しましたし。ほのぼの。プレー中も特別意識していたわけではないですけど、お互いにいいプレーを出させないように意識していました。今日は本当に勝ちたかったですけど、元気そうでよかったです。試合の入りから積極的にシュートを狙っていたかと。そうですね。秋山選手がゴールを決めたこともありまして、僕らボランチが点を取ろうと。秋山選手はシュートのトレーニングを積極的にやっているので、思い切り足を振ってきました。前半特に自分たちの時間が長かったので、そこで決定機を作るなり、1点取るなり、あればよかったんですが、逆にカウンター1本で失点してしまったのは残念です。そこから攻めきれない展開をどう感じていたかと、ゴール上までの糸口を探しながらプレーしていましたけれども、なかなか決定機につながるシーンを作り出せなかったです。相手は守備を固めてカウンターを狙っていたので、相手の思い通りの展開になってしまったのかなと思います。ディエゴ・オリベリア選手、予想外の展開で入ったけれども、寺山選手が怪我をしてしまったのは非常に残念ですね。その中でゲームに入ったけど、まだ試合感はなくて難しかったですし、いや、とはいえクオリティ高かったけどな。まだ肩の痛みもあり、本調子ではなかったけれども、いつでも準備していましたので、うまく試合に入れたと思います。疲れはあるけど、それ以上に勝てた喜びはあるし、ゴールを決められた嬉しさもあります。周りの選手が非常に助けてくれたので、みんなに感謝したい、今日勝てたことは本当に嬉しく思います。ゴールシーンを振り返ってということで、右サイドから小泉選手が非常にクロスを上げてくれたので、自分は決めるだけでした。集中してフィニッシュできたと思います。今日のゴールは本当に嬉しいですし、たくさんサポーターが来てくれて、試合中も私のことを応援してくれていると感じていたと。それでゴールを決められて、チームのためにもサポーターのためにもゴールを決められてよかったと思いまして、感謝の気持ちでいっぱいですと。今後のきっかけになりそうですかという質問に対して、個人的にもこのまま続けていきたいですし、チームもこのままいい形でいきたいと思います。これが厳しい戦いが続けますけれども、試合間を含めてフィジカルをもっと上げていかないといけないですし、本調子にしていきたいと思いますというコメント。充実の FC 東京さん、という感じですね。だからやっぱ早川選手ぐらい危機感持って、次節広島戦どういう風なプレーをしてくれるのかと。もうとにかくやるのは選手ですから、そこにもうとにかく期待していくしかないという風なところですね。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。